北海道中小企業再生支援協議会の鈴木と申しししまますすよろしくお願いいたします私の方からは、この4月から協議会で始まりました、新たな取り組みであります、特例リスケジュール、通称特例リスケについてご説明をさせていただきます。なお、リスケジュール、いわゆるリスケというのは、金融機関からの借入金の返済条件の変更のことを言います。 この新制度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた経営者様に対して協議会が金融機関との調整を含めたリスケ計画の策定支援を行うものです。対象となるのは新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した中小企業様ということになります。 今回の特例リスケでは金融機関からの既存の借入金につきましてコロナの影響で業況が悪化した事業者様の当面の資金繰りを支援するために最大1年間の元金返済猶予となるリスケを取引金融機関に対して一括して要請をすることになります再生支援協議会が1年間の資金繰りの特例リスケ計画 策定を支援するとともに経営者様と金融機関の間に入って金融機関調整を支援し経営者様のご負担を軽減して計画の合意形成までの支援をさせていただきますまたえ特例リス付計画策定後も毎月1回計画の進捗状況をモニタリングさせていただき計画コロナ収束後の再生まで アドバイスなどのサポートをさせていただきますで今ご説明いたしました1点目、一括して既存債務の元金返済猶予を要請すること、2点目、資金繰り計画策定における金融機関調整をすること、3点目、資金繰りの継続サポートをすること、これらの支援につきましてはすべて原則,で原則無料で対応をさせていただきます。 支援の流れにつきましては、時間の関係で説明は省略させていただきます。資料に記載されておりますので、後ほどご覧をいただければと思います。最後にご留意いただきたい点を3点申し上げます。第1に、再生支援協議会は、新規融資、融資の斡旋、借り借入補償、これらについてはいずれも行っておりませんけれども、資金繰りの中でニューマネーの調達が必要になる場合、 などにつきましては金融機関調整の支援の中で別途ご相談をさせていただきます第二に資金繰り計画は経営者様ご自身がメイン金融機関のサポートを受けて策定していただくことになります第三に必要な資料をご用意をいただきます特例リスケの詳細につきましては中小企業庁のホームページに掲載されておりますので ご確認をいただければと思います私ども再生支援協議会は公正中立的な第三者機関としまして経営者様と金融機関の間に入りまして金融機関調整をさせていただいておりますまずは、えー、再生支援協議会にお気軽にお電話をいただければと思いますよろしくお願いいたします本日はありがとうございました、えー、北海道中小企業再生支援協議会の森と申します よろしくお願いいたしますニューマネーの調達や特定リスクなどでとりあえず足元の資金繰りは一段落という状況になりましたら今度は事業の立て直しに向けた取り組みが必要になってくるかと思います私からはそういったご相談をいただいた場合における協議会の一般的な再生支援の流れということについてご説明させていただきます まず、窓口相談をお受けいたします。これを一時対応と言います。ここでは、経営者様と直接面談させていただきます。その際に、決算書ほか若干の資料もご提出いただくことになります。次に、面談やご提出いただいた資料の分析などを通じて、協議会が再生計画策定のお手伝いをすることが適当であると判断した場合、 二次対応に進みまますすす協議会はこここから正式ににに関与することになります二次対応においては公認会計士や税理士または中小企業診断士といった外部の専門家に財務面の調査や事業面の調査これをデューデリジェンスと言いますけれどもこういったことを行っていただきますそうしてその結果を踏まえて事業再生計画を策定し 最終的に金融機関の合意を得るという流れになります合意となった時点において再生計画策定支援は完了いたします金融機関の合意はあくまでも全行合意が必要ですので一行でも反対意見があれば成立しないことになります相談申し込みから完了に至るまでの期間はおおよそ6か月程度を要しますので その間の資金繰りを維持していただくことが必要となります事業者様におかれましては金融機関の合意を得た事業再生計画に沿って事業に取り組んでいただくことになりますのでここからが真のスタートということになります協議会は計画の進捗状況についておおよそ3年をめどにモニタリングさせていただきます ここまでが資料に記載している流れとなります。協議会の相談には費用はかかりませんが、外部専門家の費用については実費をご負担いただくことになります。ただし、協議会において一部補助することも検討させていただきます。再生支援の流れの詳細につきましては、北海道中小企業再生支援協議会のホームページの2019 中小企業再生サポートブックというところでもご覧いただけますのでご確認ください。ご不明な点があればお気軽にご紹介ください。それではこれで私からの説明を終了させていただきます。本日はありがとうございました。北海道中小企業再生支援協議会の一部門であります、北海道経営改善支援センターの木村でございます。 当センターは中小企業整備,基盤整備基盤機構の委託事業として札幌商工会議所のもと補助金支援事業を行っておりますでは事業内容につきまして説明させていただきます当センターでは中小企業,小規,模事業者様小規模事業者様を対象といたしまして借入金の返済負担等 財務上の問題を抱えている企業様に経営改善計画の策定支援フォローアップ支援を行っております。費用の総額計画費用およびモネタリング費用の3分二の補助金支援を行っております。補助金の上限は200万円でございます。今後も企業機関様との条件変更や融資行為等の金融支援継続が制度利用の条件となります。 簡単に事業スキームについてご説明させていただきます。本事業につきましては企業様と認定支援機関様あの、えー、税理士さん税理士法人さん中小企業診断士さん等ですねのとそれから金融機関様の3社のご利用の申請となります。手続きき等はは認認定定支支援援機機関関様様が主体で行っていただきます認定支援機関様とは 国の認定した認定を受けた公的な支援機関でございます利用申請後、内容確認の上、当センターより受理決定通知を発行させていただきますその後、経営改善計画を認定支援機関様と一緒に策定していただき最終的に全取引金融機関様から計画に対する同意書を提出していただきます 企業様が3分の1の費用支払い後、当センターでは3分の2の支払費用の支払いを補助支援させていただきます。次のページに記載してありますが、え売上金と借入金の額により、費用総額については目安がございますので、ご確認していただければと思います。その後、企業様と認定支援機関様において、 モニタリングを三年間実施していただきます。モニタリング報告書を作成して金融機関様に提出計画に対する進捗状況を報告していただきます。これこちらもおさん企業様が三分の一費用負担を当センターで三分の二の補助金の支援をさせていただきます。以上が簡単な事業ス,スキームになります、えー。企業様におかれましては。 新型コロナで大変な時期だと思いますが今後金融機関様から経営改善計画の依頼があった場合や経営改善のために第三者である認定支援機関様のもと計画を作成を考えている方企業様にぜひご利用していただければと思います。まずはメイン銀行さん取引銀行さんや認定支援機関さんともご協議の上ご相談いただければと思います。 以上で説明を終わらせていただきますありがとうございました